シスプのロゴサーティファイド・インフォメーション・システムズ・セキュリティ・プロフェッショナルはアメリカ合衆国に本部を置く、非営利団体インターナショナル・インフォメーション・システム・セキュリティ・セルタフィケーション・カンソルティア、平方メートルによって認定され、アンシー IS ・ ISO ・ IEC ・スタンダード17024-2003に準拠した情報セキュリティに関する国際標準の資格である。 情報セキュリティに関する共通知識体系8分野の知識を有する専門家として認定する資格である。2021年1月1日の時点では世界各国で147,591人のシスプ保有者数を報告している。認定試験は日本国内で受験することができ、シスプ及び以下の認定試験は日本語で受験することができる。2004年6月、 シスプは、アンシー ISO 17,、IEC スタンダード17024-2003、準拠の認証を受けた。アメリカ国防総省及びアメリカ国家安全保障局の職員においては、シスプの取得が義務付けられており、ダット8 1 4二より情報保障技術と情報保障管理及びシステムアーキテクト及びエンジニアのカテゴリーの職務に従事するアメリカ国防総省等の 政府機関職員の要件となっているほか、2003年にはアメリカ国家安全保障局のイゼッププログラムのベースラインとして採用された。2020年5月には英国全国学術認証情報センターはシスプを国家資格フレームワークレベル7に認定した。1988年11月、ベンダーニュートラルな標準化された認証プログラムの必要性から、 データ処理管理学会のコンピュータセキュリティ分科会は、この認証プログラムに関心のある組織を招聘し、1989年半ばに非営利団体としてが結成された。1990年までに共通知識体系を確立するための作業部会が結成され、1992年までに CBK の第一版が完成、1994年に シスプ資格の認定が開始した。2004年6月、シスプは、米国国家企格協会の ISO、IEC17024-2003 によって、最初の情報セキュリティ資格として認定された。2017年12月、シスプ英語版試験において、CAT を開始した。シスプ CBK は、ドメインと呼ばれる分野で、情報セキュリティの各要素を分類しており、 によって編纂された。シスプ試験は、この共通知識体系コモンボディオブナレッジに基づいて出題され、情報セキュリティの幅広い課題を網羅している。は、シスプ CBK は、分類法であり、世界中の情報セキュリティのプロフェッショナルに関する知識の集合であるとしている。シスプ CBK は、情報セキュリティと保障のコアとなる機密性、完全性、 可用性から構成される CIA トライアドに基づいており、重度メインの構成により CIA トライアドのバランスを図っている。運用セキュリティ通信とネットワークのセキュリティ情報セキュリティとリスクマネジメントアプリケーションセキュリティ、暗号学セキュリティアーキテクチャと設計アクセス制御事業継続と災害復旧の計画法規則、セキュリティとリスクマネジメント資産の セキュリティセキュリティアーキテクチャエンジニアリング通信とネットワークセキュリティアイデンティティとアクセスの管理セキュリティの評価とテストセキュリティの運用ソフトウェア開発セキュリティ2021年3月現在試験は CBT 形式で実施され出題方式として以下に方式が提供されているなお試験の出題数のうち25問は実験的な問題であり採点対象外である 受験は、ピアソンベにて予約を行い、受験者が予約した日時で受験する。また、再受験は、初回不合格の場合30日間を空けてからの受験。2回目に不合格の場合は60日以内に再受験することができ、3回目に不合格の場合は90日以内に再受験することができるとしている。これらの再受験は12ヶ月間に4回までの受験制限がある。 シスプとして認定されるためには次の要件を満たす必要がある。シスプの認定要件業務経験の年数に関する要件を満たせない場合は、循環員として登録することができ、必要な業務経験の年数を満たした際に、正式なシスプとして認定登録することができる。資格認定の更新シスプ資格の有効期間は3年間であり、 以下の要件を満たして更新する必要がある。2021年1月1日現在、全世界のシスプ認定者数は147,591人と報告されている。シスプの上位試験として3分野において一家が設けられており、いずれも英語のみでの試験が提供されている。認定の条件としてシスプの保有に加え、各資格に関連付けられる。 CBK の一度メイン以上での実務経験かつ2年以上のフルタイムの有給実務経験を必要とする関連資格の優遇採用資格、任用資格。ありがとうございます。